熱乾麺は、武漢の著名なシャオジー、麺料理。茹でた小麦の麺に、アサビッシュを、ザーサイ、ネギ、および胡椒を食べる直前に混ぜ加えて調理される。武漢の典型的な朝食であり、通常朝の食堂か通り添いの屋台で販売される。中国の最高の麺と評価された。武漢熱乾麺は、山西省の東作麺、広東省のイフ麺 四川省の担丹麺及び中国北部の作品塩麺と共に中国の五大麺と言われる、魚方面を中国の五大麺と称する場合もある。起源に関して、権威のある説は存在しない。しかし、広く伝わる伝承がある。100年以上前のある日、観光で商売をしていた丹麺売りが、不景気で商売が思うように数麺が売れ残った。 そして、すでに茹でて、火の通ってしまった麺をすくい取り、油であえて家へ持ち帰った。翌日この麺をお湯で茹で直し、しばあさび子を少し加えたところ、意外に美味であることを発見した。このようにして、新しい料理が誕生したというものである。他には、1930年代に、観光の麺屋が茹で上げた麺を、 テーブルの上で干していたところ、うっかりテーブルの油壺を倒してしまい麺が、油まみれになってしまった。翌日軽く茹で直し、調味料を入れてみたところ微味であった。その後改良され、今日の熱乾麺ができたといった話もある。麺は8割方茹でた状態にしておき、料理油であえて乾いた状態にしておく。通常、食べる朝の前の晩に仕込んでおく。 食用する前に麺を大きい塩水系の竹かごの中に入れ、熱湯の中で30秒間茹でる。何度か揚げて、湯を切り、その他の材料の入った器の中でかき混ぜて、味を均等にする。食べる人の好みで、チリソースと米酢を加える。中国十大麺城でろ、乾麺にくびき続くえ。人民も、2013年7月9日閲覧。 三成免税地下優勢予的流派中国免職、もう、2003年12月22日記事、中国免職も公式ウェブページ、全面報告運収商法、2005年12月16日11時56分、記事、ウェンズデイリープレスグループ公式ウェブページ。中国の麺いろいろ、中国全哨を食べ歩いた男、坂本和俊氏公演。 大成食品公式ウェブページ、賛成免食添加税、工賀新、もう、2008年3月25日11時26分56秒、記事、工賀新聞も公式ウェブページ、部的本地免食乾麺リンゴ、ありがとうございます。